3年前デリラは何かを画策した。公爵の手の者が炭鉱をアラミス・スティルトンの家に集められ彼女への忠誠を誓わされ彼女を不死身にした。その方法を知る必要がある。3年前といえば私はどこにいた。議会ではエミリーに自由に夢を見させ、夜は剣と路地裏での戦い方を教えた。敵は剣で倒せる相手だと思い込んでいた。例えば兵士、スパイ、暗殺者。だが敵は想像を超えたものだった。自然界の存在ではなかった。つまり私に似た誰かだ。ミーガンは町にいる。だがわしが説明しよう。デリラが不死身である理由を知りたい。3年前アラミス・スティルトンの屋敷で奇妙なことが起こり、彼が姿を消したことは知っている。スティルトンは地下壕に住んでいた。安全確保のために陣都市特製の鍵をかけてな。中に入ればデリラを止める手がかりがあるかもしれん。そこへ行くには公爵が作った廃墟を通る必要がある。昔そこに住んでいた。ミーガンが面白い計画を思いついた。パオラはハウラーのリーダーで、バーン副監督官の死を望んでいる。もちろん逆もしかりだ。どちらの組織に見つかっても攻撃されるだけ。だが宿敵の死体と一緒であれば、彼らはお前を家族のように迎え入れてくれるだろう。なら屋敷に入る方法が一つは見つかる。うまくいく、間違いない。ここに戻り、その変化と限界を目にした。一部の者は他者にはない力を持っている。なんだ？ん？準備はいいか？行こう。ミーガンのボートをもっと近づける。アラミス・スティルトンというのは誰なんだ？前公爵に忠誠を誓っていた。今のカルナカがあるのはスティルトンと彼の銀行山があったからだ。彼は無一文の状態から立派な邸宅を持つまでになった。だが新公爵の浪費不正のせいで、今や鉱山労働者たちは日夜働き詰めだ。ここはもう終わりだ。塵があらゆる人々を追い出して、希望を失った者しか残っていない。サーコノス公爵が台無しにした。彼の父親は素晴らしい人物だった。その通りだ。だがダンウォールの協力がなければ公爵に悩まされることもなかった。ステリトンの屋敷に行くにはサジン地区を通る必要がある。彼はまだそこにいるはずだ。死んでいるかも。サジン地区に着いたらミーガンを探せ。彼女は詳しく教えてくれ。しないのは変だ。公爵からの命令だ。すでに多くの人員。おい、どうかしたのか。どうしてここから出られないんだ。耳の金粉を掃除するのにも飽きたよ。願いが受け入れられることを祈るよ。何としても他の地域に行かないと。そこに配属されているリンゴとスリッパしかない。寝ていてもあの風車の音が聞こえてくる。
が切れたようだ。監督官がこの地区から離れることはない。やあ護衛官殿、皆と話をしながら情報を集めてる。監督官とハウラーのせいでこの地区は分断されてしまった。この少し先にあるのが中立地帯、そこならあなたも安全だ。そしてその先にハウラーと監督官が引いた境界線がある。そこを越えれば見つかり次第攻撃される。目的はアラミス・スティルトンだ。計画があるとソコロフが言っていた。その通り。パオロかバーンを片付ければ残った方が手助けしてくれるはず。そうすればきっとスティルトンの屋敷にも入れる。どちらかを無力化して敵対勢力のもとに連れていくんだ。他に知っていることは？バーンは監督官に守られている。パオロにはハウラーがいる。だが彼は黒魔法のチャームのようなものも持っているようだ。太陽が沈む前に二度殺されない限り死なないって話だ。幸運を祈ってる。分かった。また今度頼む。どうかしら。行きましょう。砂ぼこりのことで市民から。苦情が出ているとの報告を受けた。確かに戦争には金がかかる。知っているかどうかわからない。我々の銀鉱山は北の島々との戦いの資金を生み出すために限界を超えて稼働している。あれは砂ぼこりなどではない、敵の血だ。よし、アラミス・スティルトンを探すぞ。